めちゃめちゃ怪しいんですけど、大塚駅から大塚ディーパーに行くまでの道がわからないという人がいるんで動画で紹介します。これは大塚駅降りたところです。で、この右に行くだけなんですよ、改札を行ってみますね。こういう道です。ほんと右に行くだけです。こんな感じ。ちょっと喋ってると怪しいんで、一人で、まあ、こうやって見て歩いてるのも怪しいんですけど、こういう感じです。ぐる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 、こういう感じになってます。でこうだ、ストレートだ。本当に歩いて 1,2 分っていうことなんですよね。でもね、本当これで迷うって人いるのよ。まあ僕も人のこと言えないタイプだけど、この道迷ってるとどこも行けないぞって。路面分布あって、ここもちょっとぐるぐる回っとく。こんな感じになってます。後ろに駅が見えます、ね、そうそうそう。まあ、すぐこんな感じね。これ回ると逆に分かりづらいか。この100均ローソンストア100があり、この宝くじとかこの辺の、ね、店がすぐ変わる。たこ焼きね、このたこ焼き、この銀だこ店、店長がよくいろいろ差し入れてね。でそんなこと言ってたらもうついてるんですよ、これ。ここが大塚ディーパーですね。2分ちょっとでしょ、これカウントで。これも喋ったりぐるぐるしなかったらもっと早かったのかななんて思いますね。でこうやって見て、この階段地下を行くんですね。さあ今日はね、書いてあるということで、じゃあなんか反転してる気がするけど、おはようございます、よろしくです。ということで地下を降ります。こんな感じです。これなんで反転してるのか分かんないけどね。じゃあ大塚ディーパー着きました。後ほど、イベントの模様はお届けできそうだったらお届けします。またね。